では NTT e ドローンの山村が実況解説をさせていただきます。北海道事業部青戸選手、高田選手、はい、今動作チェックの確認が終わりました。で今笛が鳴らされました。でターゲット A 入っていきます。はい、スロットル下げながらの後方移動ですね。今の実は飛行簡単そうに見えて、難しいです。はい、非常に滑らかなフライトですね。でさらに青戸選手ストップせずにの撮影になってます。非常にこれ時間の短縮でかつ非常に高等な技術での飛行となってます。はい、速やかなターゲット2への移動。はい、高田選手の非常に細かな誘導ですね。はい、この機体、ターゲットを中心に、サークルを描くような飛ばし方というのをノーズインサークルというふうに言います。こちらはですね、相当練習積まないとですね、ここまで綺麗な円は描けないかなと思います。青戸選手にすごく期待しております。はい、対面になったところで今一度止まりましたけれども、非常にロスの少ないフライトですね。はい、機首を前に向けてですね、ターゲットに向かいました。はい、タワー3入ります。はい、非常に安定した飛行になってます。はい、青戸選手の特徴としましては、スティック親指ですねの操縦が非常に柔らかいと言いますか、実はドローンですね、あまり触ってない人というのは結構スティックカタカタというかですね、クイックに入れがちなんですけれども、青戸選手は相当飛ばされているのでしょうか、非常に滑らかな指のさばきになっております。はい、鬼門でもあります、裏側ですねでの撮影になります。はい、高度を上げてジンバルの角度を調整して撮影終えました。QRS で、終わります。で今回のですね、ドローン競技はですね、一般に行われている、ドローンレース、スピードを重視したドローンレースではなくてですね、さらにですね、高い技術が要求される競技となっております。機体の操作とジンバルの操作、カメラの、シールドですね、角度の操作、そしてシャッターの操作と3つの操作を駆使しての競技となっております。オペレーターには操縦以外の高い技術が要求されていますという説明をしている間にナイスランディングですね、着陸終わりました。非常に高タイムが期待できます。はい、お疲れ様でした。機体を片付けて SD カードを審査の方へお渡しください。はい、お疲れ様でした。それではアスリートの瞬間の場までご移動をお願いいたします。